セカンドショーは日本の女性アイドルユニットスターアニスの3枚目の CD シングルである。テレビ、東京系列他にて2012年10月より放送されたテレビアニメ、アイカツ。挿入歌集の第2弾として2013年1月30日にランティスより発売された。収録曲は Growing for A Dream プリズムスパイラル。 トラップオブラブの3作品であり、各トラックは作品、アイカツに登場するファッションショーオーディションの課題曲として使用された。アイカツ。プロジェクト初期にリリースされた CD 作品群、アイカツ。プロジェクトは2012年11月に1枚目のシングル、シグネリース、カレンダーガールを発売させ、その後3ヶ月連続でテレビアニメのライブステージで用いられる。 挿入歌を収録したシングルを発表した。本作は、ファーストライブに続く2枚目の挿入歌集である。日本語版のグローイング、Growing for A Dream と Prism Spiral のボーカルは、スターアニスのメンバーのうち、我が、フーリがそれぞれソロで歌唱しており、トラップオブラブは、我が、フーリに加え素直が参加している。インドネシア語版は、JKT48 のメンバーがボーカルを務めた。 歌唱担当のフーリーにとって、シングルの3曲目に収録された、トラップ・オブ・ラブは、レコーディングに初めて臨んだ楽曲であり、ライブステージでのパフォーマンスと違った、表現方法を知るきっかけになった作品であると、雑誌、アニメージュのインタビューで明かしている。CD シングル、セカンド・ショーは、ランティスより2013年1月30日に、フィジカルリリースされた。 2018年7月11日には音楽ダウンロード配信、定額配信サービスにおいてアイカツ、ディスコグラフィのデジタルダウンロードがサンライズ音楽出版によって開始され、セカンドショー、収録曲も配信対象に含まれている。3つのトラックは様々なバージョンを含め、2014年4月9日発売のアイカツのベストアルバム、 カレンダーガールズ及び2017年6月28日発売の t v アニメデータカードダスアイカツコンプリート CD ボックスにユニコが歌唱したバージョンのトラップオブラブは2013年12月14日に発売されたアルバムハイカー RI Shining に収録されたアニメ音楽専門雑誌リスアニ副編集長の住川隆一によればグローイングフォー エイドリームは1990年代のユーロビート的な楽曲となっており、高揚するようなビート感について特筆した。また、住川は、モネカの田中秀和が作曲した、プリズムスパイラルについて田中が手掛けた、ムーブオンナウ、同様に、キラキラとしたオシャレハウスと言及し、シンセサイザーストリングスの音色がクールに乗せられていると、した。なお、音楽雑誌、セディジャーネルのレビュアー、 今井淳平はプリズムスパイラルがテクノポップに近いと位置づけている。最終曲のトラップオブラブはス川によるとブラックコンテンポラリーライクでかつダンサブルな一面も合わせ持った一曲であり雑誌アニメディア2014年5月号に掲載されたレビュー文によれば恋の駆け引きに出る大人びた女の子の様子が表現されている。また同志はシングル全体を通しても アイカツの中の大人びた部分が表現された一枚になっているとも述べている。アートワークのイラストには、アイカツに登場する星宮一五、霧や葵、渋木蘭の三名が描かれ、その周囲に果物やお菓子を配置させている。イラストを手掛けた矢口博子によれば、収録曲のポップな雰囲気に合わせて甘くて可愛らしい感じのステージを意識して制作された。 や口によれば、青いと、ランが着ているドレスは、甘すぎず可愛らしいイメージになるよう、グラフィックデザイナーの内子が智之が手を加えたという。リスアニの住川は、相つ、ディスコグラフィのレビュー文の中で一家のようにコメントしている。グローイングフォー、エードリームは、かっこいい A メロ B メロから続けて、爽快感あふれるサビにつなぐ展開を、疾走感満載とした。次に、 プリズムスパイラルについてメロディは飛び切りキャッチー、おしゃれだけどしっかり相いつ。らしくポップと田中によるサウンドを称賛した。最後のトラップオブラブではメロディラインの切なさとサウンドの華やかさについて特筆した。また本作は多様な音楽家が制作に携わっていることを踏まえて全体的にダンサブルな一枚と表現した。セディジャールのは シングル収録曲の中からプリズムスパイラルを取り上げ、フーリーソロが人気でそうとコメントした。さらに同志のガイドコメントでは収録曲についてドキドキ感いっぱいとし、スターアニスによるボーカルが可愛らしいと評価している。また、平成の期間にリリースされたアニメソング作品が対象になった2019年発表の平成アニソン大賞において、 カレンダーガールが2010年から2019年代の特別賞にノミネートされたことを受け、ノミネート作品の選考に携わった DJ はアイカツ。ディスコグラフィのうちプリズムスパイラルが個人的に最も推している楽曲であると自身のツイッターで述べている。オリコンの調査によると、セカンド賞は2013年1月30日に CD シングルとしてリリースされた後、 オリコンシングルチャート2013年2月第2週付のチャートランキングで83位にランクインしたが、以降のチャートインはない。初回及びる遺跡の推定売上枚数は共に約930枚となっている。ビルボードジャパンのチャートトップシングルスセールズでは2013年2月第2週付けのチャートランキングで78位を獲得した。セカンドショーに収録された楽曲は、 アイカツ。関連のイベント、アイカツ。スペシャルライブツアー二千十五シャイニングスター、アイカツ。ミュージックフェスタインアイカツ武道館。で、ライブパフォーマンスされている。特に後者では二日目の二千十八年二月二十八日に、星宮一号が主人公を務めた、テレビアニメファーストシーズンから、セカンドシーズンで使用された楽曲の中から五曲のメドレーが披露され、その中に、 セカンドショーの3トラックが含まれていた。本シングル収録曲は、アイカツの物語内で実施される、ファッションショーオーディションの課題曲として用いられている。テレビアニメでは、Growing for A Dream は18.2330話で、Prism Spiral は、ファーストシーズンの5.7話、セカンドシーズンの56.71話で、Trap of Love は、ファーストシーズンの13.15話、 セカンドシーズンの57話でそれぞれ使用された。これらの楽曲はアーケードゲーム、アイカツ。内でもファッションショーオーディションのステージ楽曲として選択可能で、プレイ中はキャラクターが音楽に合わせて踊りながらランウェイを歩く映像が流れた。2018年3月23日にバンダイの公式通販、サイトプレミアムバンダイもしくは新規バーゲハにて実施された。 イベント、アイカツ。アニオーエンオールミックスにおいて、アイカツ。ディスコグラフィのリミックスを収録した、アルバム、アイカツ、アニオン、ノット穏やかリミックスが発売され、DJ ワイルドパーティーによる、プリズムスパイラルともなかの石浜ショーによる、トラップオブラブのリミックストラックがリリースされている。グロー w ングフォーエードリームに関する、カテゴリー、プリズムスパイラルに関する、カテゴリー、 トラップオブラブに関するカテゴリー、ありがとうございます。